深夜のマンションで目撃されたのは。住民たちが怒号を上げながらゴミを投げ合う修羅場です。真夜中のマンションの前に続々と集まってきた住人たち。その先では壮絶なバトルが繰り広げられていました。おお、やれ！戦え！よし！もう来ないのか？互いにゴミを投げ合う住民たち。なぜゴミ合戦が勃発したのでしょうか。発端となったのは、中国のメディアによると去年の豪雨、隣り合った共同住宅の境界線となっていた垣根が雨で流されてしまいます。そんな中、一方の団地の住民が垣根を作り直そうと声を上げますが、もう一方の団地の住民が必要ないと主張。そこで垣根を直そうとした住民たちは垣根の代わりにゴミ箱を並べ始めたというのです。ゴミ箱を挟んで睨み合う住民たちでしたが、ついに互いにゴミを投げ合う事態に発展。両者ともに譲らない状況が続いているのです。この事態に当局は解決方法は検討中とコメントしています。